やあみんな、私の名前はタマ。今日は一足先に夏休みを楽しむために南の島にバカンスにやってきちゃいました。そしてそしてこの島にはなんとお宝が眠ってるんだって。だから今日はこの島で宝探しをしていくんだって言っても一人でやるんだけどね。ああ、一緒に宝探ししてくれる仲間いないかな。まあこんな島だし、いるわけないよ。ん？なんかいる！なんだあの生き物！おーい、こんにちは。わあ！頭の上から脳みそ飛び出てない？でも、ちょっと可愛いぞ。いや、かなり可愛い。でもあげられるとしたら、骨ぐらいしかないけど食べるかな。ほら、あ、ハート出たよ。もしかして、私のペットになっちゃった？どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回は赤ちゃんモンスターペットと一緒に南の島で宝探しをやっていきたいと思います。モンスターの赤ちゃん可愛いなって思う方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速、レッツゴー！いやーにしても不思議な島に来てしまったな。モンスターペットは骨を与えることで懐くみたいだね。そしてスプレーを使うとね、色を変えることができるみたい。うわ、すごい！青とピンクの組み合わせとか可愛いんじゃない？で、風船をね、渡すと遊ぶらしいよ。あ、うわー、かわいい！うわー、大丈夫か？シーブついちゃったね。そしてこれを使うとね、エモートするらしい。よいしょ。うわ、なんだそのダンス！かわいすぎでしょ。ちょっと待って。うまいな、ダンス。ノリノリやん。君の名前は脳みそ太郎にしよう。でね、ここに宝の地図があるんだけど、私が今いる場所はここで、道なりに沿っていくとね、1、2、3、4、5個お宝が隠れてるみたいなんだよね。でね、モンスターペットもいろんな種類がいるみたいなので、お宝を探しつつね、ペットたちも増やしていきたいと思います。あ、なんか卵があるよ。あ、パキパキいってる。あ、あ、生まれた！なんだこのカエルみたいな子は！お腹出てる。うん、ビールっ腹だね。なんか私の高校1年生の時の担任にそっくりなんだけど。ちなみにね、内藤先生って言うんですけど、もう内藤って名前にしよう。内藤結構食いしん坊だな。色変えようかな。あ、緑あるじゃん、緑。カエルっぽくていい。ちなみにエモート使うとどうなる？はい。あ、うち、一周すぎん？一周すぎん？もうちょっとサービスしてくれないかな。可愛いけどね。お腹重たくてあんまり動けないのかも。ずっとお腹さすってるもん。風船あげる、風船。おー、あー、口かわいい。あー、かわいい、その顔。みんなかわいいな。二人とも仲良くするんだよ。あ、車あるじゃん。結構ね、島広いっぽいから車乗ってこーっと。このピンクにしようかな。わ、うさぎっぽくもあり、ちょっとカバっぽいね。懐かせよ、懐かせよ。よろしく。色も変えてみるか。この色いいね。いや、とりあえず三人でね、早速お宝探していきましょう。これだからみんな乗れたらいいんだけどね。多分これみんな乗れないから、走ってついていってくださーい。あ、ちゃんとついてきてるわ。ついてきてる、ついてきてる。よっしゃ、行くぞ、行くぞ。あ、なんか、建物あるよ、建物。村っぽくなってるね。あー！この子かわいい。結構メイク濃い。ちょっと待って待って。瞬きするってちょっと怖いんだけど。うわ、口開けると怖いんだけど。失礼かな。はい。懐かせよ。そしたら、なんか建物あるから、ちょっと見ていこうかな。特にね、宝物とかはここになさそうなんで、ベッドだけかっぱらっていきましょう。よーし、仲間も増えたし、行くぞ。お？なんか、地図が出てきたけど、ここってもしかして、お宝がある場所？よし！みんな行こう！確かにありそう。なんか神殿っぽいよ。モンスターとかいないかな。はぁ！宝箱だ！よし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 ！みんなみんな！一緒に開けよう！せーの！お？なんだ？ケーキ？二段ケーキ手に入ったよ。これ、みんな食べるのかな？あげてみる？よいしょ。ん？なんだ？あげられないぞ、特に。よーし、一つ目のお宝ゲットしたぞー。内藤？内藤ちゃんとついてくるんだよ。よーし。まったくボケーってしてるんだから。お！うわ、なんか悪魔っぽい！ちょっとかっこいいよ。懐かせよ、懐かせよ。懐いたー。エモート見てこい、エモート。よいしょ。お！おー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 、飛んでる飛んでる。おー、結構エモート長いよ、この子。サービス精神がすごいわ。お、なんだ？君も私の仲間になりたいのかい？ほら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 。よろしくよろしく。いや、すごいな。かっこいいな、この子。エモートしてみ、エモート。あーかわいい。短っ。そういえば、この子のエモートも見てなかったよ。うわ、投げキッスされた。すごい。投げキッスしてくれる。よし、行こう。次のお宝の元へ。
ほい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 。おお、めちゃくちゃいっぱいいるやん、モンスター。え、てか待って。この子超可愛くない？ふにゃ、動きがふにゃふにゃしてるのよね。ほら、あ、懐いた。あ、黄色い子もいる。もういいや。もうみんな懐かせてこう。おー、なんかパープルの子も来たよ。なんかさ、ユニコーンみたいな角も生えてるし、鹿っぽい角も生えてるし、フクロウっぽい見た目だし、不思議。ちょっとエモートしてもらおう。よいしょ。めんどくさいみたいな。めんどくさい、何も言いたくないみたいな。さて行きますぞ。お、これは地図発見。二つ目のお宝のところにいるっぽい。どこだどこだ。あ、これか。いや、卵だけど。なんだ、とりあえず孵化しよっか、せっかくだからね。おお、デーモンか。なんかどうやらここにはお宝じゃなくてペットの卵だけだったみたい。まあ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 、ペットの存在がお宝ってね。おー、いいところで隠さないで私の顔を。よーし、気を取り直して次に行きましょうか。レッチゴー。あれ、もう三つ目の場所に来たよ。あら、宝箱早速ある。やったー。今度は何が入ってるんだろうね。みんな一緒に開けよう。オープン。お、パーティーハットだって。なんか特にモンスターにも被せられないし、自分で被ることもできない。なんだろうな。あ、置けた。え、じゃあケーキも。あ、かわいい、置けるんだ。あれ、あれ、あの、すいません、これ回収できないんですけど。おーい。おい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 、これ置いたら回収できないの？え、どういうこと？うわー、せっかくテリーだ、お宝置いていくしかねえ。みんな、お宝置いていくしかねえ。悲しいけど、次のお宝探しに行こう。残り二つだね。レッツゴー。わ、なんかここすごい火山っぽいね。お、この子まだ見たことないモンスターじゃない？こんにちは。めっちゃ怒ってる。なんでそんな怒ってる？まあまあ、骨でも食べて元気出せって。あ、懐いたんだね、一応。じゃあ色見ていこうかな。あー。怒ってる君にぴったりなカラーだ。じゃあちょっとこの風船、風船渡すから。あ、かわいい。今ちょっと口ほほえんでたよ。あ、着地うまっ。あー、下手だった。めちゃくちゃ下手だった。じゃあもうともしてもらおうかな。あ、運動神経いいんだね。着地だけ苦手だけど。バク転できるのかっこいいじゃん。さあ、またまた村っぽいところに来ました。そして地図が出てきましたね。4つ目のポイント。でもこれはお宝じゃなくてまた卵だね。まあ、卵もね、ある意味お宝ですから、孵化していきましょうか。どんな子来る？うわうわうお、一番今まででモンスターっぽいの来たな。エイリアンっぽい。じゃあとりあえず懐かせましょう。ほい。お、結構ゲシブ。あ、下ベロベロンしてる、下ベロベロンしてる。お、すごいすごいすごい。なんだなんだなんだ、急に動き出して活発だな。色変えよう。うわ、ぽいな。君絶対モンスタースイング出てたでしょ。じゃあエモート見よう、エモート。さあ、おー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 、結構身体能力高めな子だね。側転できるんだ、しかも綺麗な。さあ、おいでおいで。あれ、なんか気のせいかさ、ついてこれてない子いない？脳みそ太郎とかもいなくなってるよね。ちょっと待って、私が運転早すぎてみんなついてこれなかったかな。さすがに内藤もいないし。内藤、あれ、ちょっと後で探そうね。先にお宝見つけに行こう。でもさあ、次のお宝でラストじゃない？なんだろう、最後のお宝。お、着いた、神殿。ほいしょ。みんな、ラストお宝だよ。見ていきましょう。あった、お宝。何が入ってるんだろう。やっぱり宝石とかなんじゃないかな。ね、みんなそう思わない？じゃあ開けるよ。ほいしょ。なんだ、え、じゃ、え、あ、え、ん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 、え、え、まさかの殻？え、まさかの殻？おい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 。どうなってるんだ。ここまでわざわざ南の島に来て運転してここまで宝探しに来たのに、最後の最後で殻ってどういうこと？え、何？本当のお宝は君たちってこと？そういうことだったのか。私は固定概念に惑わされていた。別に物がお宝とは限らないんだよ。君たちに出会えたその事実がお宝なんだよ。なんでそういうことだったのか。ごめんよみんな。そうだよね。よし、はぐれた子たちを探しに行こう。みんなごめんよ。はい、ということで今回はですね、南の島にお宝を探しに来たんですけど、そのお宝は宝石でもお金でもなく、この可愛いモンスターたちとの出会いでした。うん、めっちゃいい話やん。
はい、ということで今日の動画は以上です。少しでも楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 SNS は Twitter、Instagram やってますので概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたまん。